スポルティーバローマは、イタリアローマを本拠地とする、サッカークラブである。1927年に、ファシスト政権によって取り決められた合併によって、設立され、1951から52シーズンを、除いた前シーズンで、イタリアのトップディビジョンに参加している。また、セリエ A を3回、コッパイタリアを9回、スーペルコッパイタリアーナを2回制している。 欧州の舞台では、1960から61インターシティーズ・フェアーズカップで優勝した。また、1983から84のヨーロピアンカップと1990から91の UEFA カップ決勝に進出したものの、それぞれリバプールとインテルに敗れ、準優勝に終わっている。2020年にデロイトが公表したデロイトフットボールマネーリーグによると、 2018から19、シーズンのクラブ収入は2億3100万ユーロであり、ヨーロッパで第16位、イタリアでは、ユベントス FC、インテルナツヨナーレミラノに次ぐ第3位である。エンブレムの狼のマークは古代ローマの、建国神話におけるロムルスとレムスの兄弟の逸話から、取られたものである。サポーターは、ロマニスタと呼ばれる。同じローマに、 本拠地を送らつよとは、クラブ、サポーターともに、ライバル意識があり、2チームの対戦は、ローマダービーと呼ばれる、イタリアのダービーマッチとして知られている。1927年夏、ファシスト党のイタロフォッシにより、イタリアサッカー選手権に参加していたローマを本拠地と、するローマン、SS アルバーウダチェ、フォルティトゥードプロ,ローマ SGS の3クラブが合併し、AS ローマが設立された。 合併の目的は、当時競合であった北イタリアのクラブのライバルとなる、首都の競合クラブを作ることだった。SS ラツィオは、クラブの会員で、イタリアサッカー連盟幹部のバカロ将軍の介入により、ローマの主要クラブとして、唯一合併から免れた。1979から80シーズンに、ニルスリードホルムが監督に就任し、 コッパイタリアを制するとここから黄金期に突入する。ファルカン、ブルーノ・コンティラを要したチームは1982から83シーズンにスクデットを獲得。翌シーズンのチャンピオンズカップでは決勝に進出するものの決勝戦でリバプールに PK 戦で敗退した。リードホルムの後任にスベン・ゴラン・エリクソンが就任。エリクソン体制の2年目に当時は 絶頂期だったユベントス FC との優勝争いを演じて、一時は首位を守ったが終盤に敗戦して、最終的にユベントスに優勝をさらわれることとなった。それから、再び優勝争いに加わるのは2000から01、シーズンになるまで待たなければならなかった。それ以降は、上位と中位をさまよい、監督交代も日常茶飯事であったが、 1990から91シーズンはカップ戦が好調でコッパイタリアを制し UEFA カップでも決勝に進出したがインテルに敗れタイトルを逃した。1992年にフランチェスコ選手が買収し会長に就任。フランチェスコトッティがデビューするなど明るい材料はあったがこの頃のセリエ A は大きな変革期でクラブはこの流れに乗り遅れた。 戦士が会長に就任して以降も負のサイクルは続きタイトルとは無縁の日々が10年近くも続くことになった。1999から2000シーズンにはファビオ・カペッロを監督に昇平。カペッロの昇平は見事的中し1年目から優勝争いに加わった。シーズン後半には攻撃力の高いトッティを FW として起用するため、中田秀俊氏を新司令塔として獲得したが、中田がチームにフィットしなかったことと選手層の薄さを露呈し、チャンピオンズリーグ出場圏外まで順位を落とした。2000年にイタリア国内のクラブでは、ラツオに次いで株式を上場した。これにより補強資金を確保できたクラブは、2000から01シーズン開幕前に、 ガブリエル・バティス・トゥータ、エメルソン、ワルテル・サムエルといった選手を補強した。バティス・トゥータ、マルコ・デル・ベッキオ、ヴィンチェンツ・ォ・モンテッダラを、再び司令塔のポジションに戻ったトッティが操る、攻撃陣、エメルソン、カフー、アウダイル、サムエルの守備陣を要したチームは、序盤戦から首位を走り続け、失速することなく18シーズンぶり3回目のスクデットを獲得し、 昨季の雪辱を見事に晴らした。以降のシーズンも、アントニオ・カッサーノラを補強して、優勝争いに加わり、2001から02シーズンと2003から04シーズンには2位に食い込み UEFA、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2004から05シーズンは、カペッロがユベントスへ移籍し、監督交代も、相次ぎ、さらには、カルチョスキャンダルの影響を受けて低迷した。 UEFA チャンピオンズリーグではホームでのディナモキエフ戦が没収試合となり、以降ホームでのレアルマドリード戦とバイエルレバー空前戦を無観客で行わなければならなかった。終盤にはブルーノ・コンティが監督に就任し、コッパイタリアでは2年ぶりに決勝に進出した。2005から06シーズンからルチアーノ・スパレッティが監督に就任すると、 当時のリーグ新記録となる11連勝をローマダービーにおいて達成したがトッティの怪我が影響をし注意に沈んだ。しかしカルチョスキャンダルの影響を上位チームが受けたこともあり2位に浮上。2006から07シーズン、2007から08シーズンも2位となり特に2007から08シーズンは最終節まで首位インテルを追い詰めた。また、 この2シーズン連続で UEFA チャンピオンズリーグでベスト8に食い込むなど好成績を残した。さらに2006から07シーズンには16年ぶりにコッパイタリアを制し翌年に連覇も達成した。そして本来 CF タイプではないトッティをそのポジションに置くゼロトップはサッカー戦術の新潮流となった。2008から09シーズンは CL では ベスト16だったが、リーグ戦では6位と、優勝争いは愚か、CL 出場権まで逃していた。2008年に、選手会長が死去し、娘のロゼッラが会長を務めた。2009から10シーズンは、開幕から2連敗し、その責任を取って、スパレッティが監督を辞任。公認のクラウディオ・ラニエリによってチームは巻き返し、公式戦20戦無敗。 リーグ24戦無敗のクラブレコードをローマダービーにおいて更新。UEFA ヨーロッパリーグでは決勝トーナメント1回戦で敗退したもののセリエ A ではインテルと激しい優勝争いを繰り広げ33節で最大14あった勝ち点差をひっくり返し首位に浮上した。しかし35節で再び2位に沈むと 最終節まで優勝の可能性を残しながらも2位に終わった。また、コッパイタリアでは2年ぶりに決勝に進出したが、インテルに敗れ準優勝となった。2010から11シーズンは不審に陥り、クラウディオ・ラニエリ監督は2011年2月に解任。シーズン終了まで、ヴィンチェンツ・モンテッラが指揮を取った。ローマのオーナーである選手家は、 長年資金難に悩まされており、2010年7月には、経営権が、イタリア最大の銀行グループにニクレーディトの管理下に、置かれるほどであった。2011年3月、米国大リーグ、ボストンレッドソックスのパートナーである、イタリア系アメリカ人、トーマス・アール・ティ・ベネデットが、オーナーの地位についた。パレルモでディレクターを務めた、ワルテル・サバティーニを、 スポーツディレクターとして招聘し、FC、バルセロナ B 監督であったルイス・エンリケを招聘した。そして、2011年の夏の市場では大量補強を行い、ボージャン・クルキッチやミラレム・ピアニッチ、ホセ・アンヘル、フェルナンド・ガゴ、エリー・クラメラ、パブロ・オズバルドといった若手選手を中心としつつ、マール・テン・ステケレンブルフやガブリエル・エンセといった選手を獲得した。 しかし、結果は7位という欧州カップ戦に出られない成績に終わり、2012年5月、ルイス・エンリケ監督、オーナーのディベネデト氏は G を表明した。公認に、オーナーは、前任者と同じイタリア系アメリカ人のジェームズ・パロッタに、監督は、ズレネク・ゼーマンの就任を発表。しかし、リーグ戦での不審が要因でゼーマンは2013年2月2日に、解任された。 後任には長く、ローマで、テクニカルスタッフを担当しているアウレリオ、アンドレアッツオーリが、暫定的に指揮を取ることになった。2013年6月12日、リールからリュディガルシアの昇平。夏の一席市場では、マイコン、アベムリアイッチ、ジェルビーニョ、ラジャナインゴラン、ケビンストロートマン、メッディベナティアなど実力者を多数獲得。2013から14シーズンは、 セリエ A 記録となる、開幕10連勝を達成、その後も、インテルなどのライバルチームに勝利を収め、17節、カターニャ戦まで無敗を維持した。2014から15シーズンは、ベナティアが、バイエルン・ミュンヘンに移籍したものの、コンスタンティノス・マノラス、アシュリー・コール、ウルビー・エマヌエルソン、フアン・マヌエル・イトルベ、セイドケータ、ダビデア・ストーリラを獲得し、冬の移籍市場では、 ビクトル・イバルボ、セール・ドゥン・ビア、ニコラス・スポッリを獲得。UEFA チャンピオンズリーグでは、バイエル・ミュンヘン、マンチェスター・シティに勝ちきれずグループステージ敗退となった。UEFA ヨーロッパリーグでは、ベスト16でアクフ・フィオレンティーナに敗れた。リーグ戦では、SS ラツィオ相手に、トッティが2ゴールを挙げる活躍を見せた。2015から16シーズンは、 エディン・ジェコ、モハメド・サラー、ボイチェフ・シュチェスニー、アントニオ・リュディガー、イアゴ、ファルケ、ルカディ・ニュラを獲得し、冬の遺跡史上では、ディエゴ・ペロッティ、ステファン・エル・シャー・ラウイラを獲得した。チャンピオンズリーグでは、決勝トーナメントに進んだものの、ベスト16でレアル・マドリードに2戦、合計0から4で敗れた。リーグ戦では3位に終わった。2016から17シーズンは、 ミラレムピュアニッチがライバルであるユベントスに移籍し他にもアントニオ・サナブリア・ヤリアイッチ、ファルケラも売却した。一方で、エル・シャーラ・ウィ、リュディガー、サラーを完全移籍で獲得し、トーマス・フェルマーレン、フアン、ブルーノペレス、フェデリコ・ファシオラも獲得し、冬にもクレマングルニエを獲得。チャンピオンズリーグでは、プレイオフで FC ポルトに敗れ、ヨーロッパリーグでは、 オリンピックリオンに敗れた。リーグ戦では、優勝したユベントス FC と勝ち点差4の勝ち点87で2位となり、クラブ史上最高の勝ち点を記録した。シーズン終了後、ルチアーノ・スパレッティ監督が退任した。さらに、クラブのキャプテンを長年務めてきたフランチェスコ・トッティが現役引退した。 エウゼビオ・ギフランチェスコが新監督に就任した2017から18シーズンは FFP の規制もあり、資金捻出のためリューディガンを、チェルシー FC に、サラーを、リバプール FC に、レアンドロ・パレデスを、ゼニト・サンクト・ペテルブルクに売却した。一方でフェーエノ・オルトから、リック・カルスドループ、US ・サスオロ・カルチョから、ロレンツォ・ペレグリーニとグレゴワール・デ・フレルを、p s v アイントホーフェンからエクトルモレノを、オリンピックリオンから、マキシム・ゴナロン、マンチェスター・シティから、アレクサンダル・コラロブ、イスタンブール・バシャクシェヒル FK からジェンギズ・ウンデルラを、獲得した。2018年4月23日、カタール航空とメインスポンサー契約を締結した。リーグ戦では、 インテルやラツィオとの激しい3位争いを制し、来期のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。チャンピオンズリーグでは、チェルシー FC やアトレティコマドリードと同じグループとなったが、グループ首位で突破した。FC バルセロナとの準々決勝では、ファーストレグは2つのオーンゴールを献上し1から4で破れたが、ホームでのセカンドレグでは3から0で勝利し、 逆転で突破し34年ぶりに準決勝進出した。この逆転劇はオリンピコの奇跡と呼ばれている。2018から19シーズンはアリソン・ベッカーをゴールキーパーとしては史上最高額でリバプール FC に売却したほかラジャナイン・ゴランをインテル・ミラノにケビン・ストロートマンをオリンピック・マルセイユに売却した。 一方でパリ・サンジェルマン FC からハビエル・パストーレ、セビージャ FC からスティーブン・エンゾンジ、アヤックス・アムステルダムからジャスティン・クライファート、アタランタ・ BC からブライアン・クリスタンテ、FC ・コペンハーゲンからロビン・オルセン、インテル・ミラノからニコロザニ・オーロラを獲得した。主力選手が退団し、新加入の選手も期待に応えられず、不安定なシーズンとなり、3月7日に、 ディフランチェスコ監督が解任され、同時にモンチ・ SD とも契約を解除した。クラウディオ・ラニエリが公認の監督としてシーズン終了まで指揮を取った。リーグ戦では6位となり、来期のチャンピオンズリーグ出場権を逃した。シーズン終了後、ラニエリが退任し、FC ・シャフタール・ドネツクより、パウロ・フォンセカを招聘した。また、ローマで18年間プレーしてきた。 ダニエレ・デ・ロッシが対談した。2019から20シーズンは、コスタス・マノラスを、SSC ・ナポリに、エル・シャーラ・ラビを、上海・進化に、ルカ・ペレグリーニをユベントスに、パトリック・シックを、RB ・ライプツヒに、スティーブン・エンゾンジをガラタ・サライに、ロビン・オルセンをカリアリに放出した。一方で、SSC ・ナポリから、アマドゥ・ディアワラ、ユベントスから、レオナルド・スピナッツオーラ、 レアルベティスからパウロペス、アタランタ b c からジャンルカ・マンチーニ、フィオレンティーナからジョルダン・ベレトゥ、マンチェスター・ユナイテッドからクリス・スモーリング、アーセナルからヘンリク・ムヒタリアンらを獲得した。リーグ戦は5位でチャンピオンズリーグの出場権を逃したもののヨーロッパリーグの出場権は獲得した。コッパイタリアでは準々決勝でユベントスに敗れた。 UEFA ヨーロッパリーグではグループステージを突破し決勝トーナメントに進出。ラウンド32でカーヘンと2戦合計2の1で破ったが新型コロナウイルスの影響で一発勝負となったラウンド16のセビージャ FC 戦に敗れて敗退した。2019年秋頃からアメリカでトヨタ自動車の販売代理店を経営する。 ダンフリード金へのクラブの売却交渉が行われ、セリエ A 史上最高額となる7億8000万ユーロでの売却されるとも報じられたが、2020年に入り、新型コロナウイルスの世界的流行もあり、交渉は難航した。しかし、8月6日に総額5億9000万ユーロで売却され、2020年8月末までに取引が完了することが発表された。 2021年10月7日、ルノー、日産、三菱アライアンス全部品担当、RVP やピレリ北米部門 CEO などを歴任したピエトロベラルディがクラブの CEO に就任した。スタディオオリンピコでのローマファンたちローマは、ユベントス、インテル、ミラン、ナポリに次いで、イタリアで5番目にファンの多いサッカークラブであり、イタリアのサッカーファンの 約7%がローマを応援している。歴史的に、ローマ市のローマサポーターの大部分は、インナーシティ、特にテスタッチョから来ている。クラブの伝統的なウルトラス集団は、コマンドウルトラクルバシュッドであった。キュックスは、多くの、小さなグループの合併によって設立され、欧州サッカーの歴史において、最も歴史あるグループの一つであるとみなされていた。しかしながら、 1990年代中頃までに、キュックスはライバル派閥にとって変わられ、最後には解散した。この時以来、スタディオオリンピコのクルバスッドは、より右翼的な集団である AS ローマウルトラスや、ボーイズ、ジョビネッサなどによって管理されている。しかしながら、最も古いグループであるフェデンは、政治に無関心であり、政治は、ローマの主要なアイデンティティではなく、 全体のアイデンティティの単なる一部分である。ローマの試合中のスタディオオリンピコ最も知られているクラブアンセムはアントネロ・ベンディッティが歌ったローマである。曲の題名はローマは議論の余地はなく愛されるべきといった意味であり毎試合前に歌われる。同じ歌手によるグラッチェ・ローマはホームゲームで勝利した後に流れる。最近は ザ・ホワイト・ストライプスの楽曲、セブン・ネーション・アーミーのリフも試合で広く、親しまれるようになってきている。イタリアサッカーにおいて、ローマには、多くのライバルがいる。最初のライバルは、共に、スタディオ・オリンピコを本拠地とするラツヨである。この2チームのダービーマッチは、デルビー・デッラ・カピターレ呼ばれる。過去には、1979から80シーズンの試合において、 クルバスドから発射された緊急照明弾が原因で起こったラツヨファン・ビンチェンツォ・パパラリーの死亡事故や死亡者が出たという根拠のない噂に橋を発したスタジアム街での暴力を受けて試合放棄となった2004年3月の事例など時折暴力沙汰が起こっている近年ではローマファンはユベントスやミラン、インテルといったセリエへの競合もライバルと考えている SSC ナポリとも、デルビー・デル・ソーレを戦う、ライバル関係にある。近年一部のローマサポーターとイングランドのクラブの、ファンとの間で、数多くの衝突事例やその後のスタジアム外での、暴力が起こっており、多くのリバプールファンが刺される事件も起こった。それ以来、一部のイングランド人サポーターがローマにおいて、暴力を受けたり刺される事件がさらに起こっている。2001年に、 リバプールがローマを訪れた際や、2006年のミドルスブラファンとの衝突、2007年のマンチェスターユナイテッドファンとの衝突などである。2009年3月、アーセナルサポーターを乗せた、長距離バスが、スタディオオリンピコのすぐ外で、ローマのウルトラスの集団によって攻撃された。バスの窓ガラスは割られ、少なくとも一人が、車両に乗り込み、火を放ち、 サポーターの膝を刺した。コッパイタリア優勝杯を受け取る、トッティ UEFA チャンピオンズカップ、UEFA チャンピオンズリーグ UEFA、カップウィナーズカップ UEFA カップ、UEFA ヨーロッパリーグ UEFA、ヨーロッパカンファレンスリーグインターシティーズフェアーズカップ、エイブラハム。 9ペレグリーニ・7ザニ・オーロ・22ムヒタリアン・77ベレット・17クリスタン・テ4カルス・ドループ・ニビーニャ・5イバニエス・3マン・チーニ・23パトリシオ・1中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は、e、EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた。 代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。フットボールマネーリーグ2020でロイト、ハット ABC、ラストーリア。AS ローマ、2007年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年2月6日閲覧。アスロマオフィシャルツイッター。 https://twitter.com/offycialasroma/ ススララッッシュスラッシュステータススラッシ988394778747461637プラス2018年4月28日閲覧ローマカタール航空と契約締結クラブ史上7社目の胸スポンサーにサッカーキング https www.soccer-king.jp スラッ s ュニュ l ススラ ITS ラッシュ20180424スラッシュ 747503.html2018 年4月28日閲覧オフィシャル a スローマステートメント20ノーベンバー2019アスロマ2020年8月15日閲覧 オフィシャル AS ローマステートメント29ディセンバー2019アスロマ2020年8月15日閲覧ローマ来年1月にもセリエン史上最高額950億円でクラブ売却かデロッシの復帰も激坂か2020年8月15日閲覧ローマ売却は成立するかコロナウイルス化により交渉も停滞中 w w w f o t b a l l i s t a j p 2020年8月15日閲覧オフィシャルステートメントリガーディングザオーナーシップオブエースローマアスロマ2020年8月15日閲覧クラブトゥアポイントピエトロベラルディエースニューコーポレート CEO エースローマ HTTPS www.asroma.com, en, ニュース 2021, 10, クラブツーアーポイントピエトロベラルディアズニュー、コーポレート CEO2021 年10月7日、閲覧。アライアンス、新体制のもと、シナジー創出の加速化を目指す、日産自動車。 https://global.nissannews.com/.ja-jp/.releases/.180314-02-j2021 年10月7日閲覧。ピエトロ・ベラルディ・ツー・リード・ピレリ、S ・ノース・アメリカン・アクティビティーズ。ラバーニュース、2021年10月7日閲覧。L、アルトラ・ミタ・デル・ポロン。 サポーターズオブフットボールクラブスイニータリー。L、エクスプレッソ。オリジナルの2009年5月8日。時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20090508122124/http:/website.linone.net/billfromthe.tres。 イタルス、html2014 年2月6日閲覧カンポテストッチオ。ビバラ・ローマ、http コロンスラッシュスラッシュ www.asrtalenti.altervista.org スラッシュインデックス .php イコールカンポテストッチオ、htm.abcd l ットイタリアンウルトラスシーン。ビューフロムザテラス。 http://website.lineone.net スラッシュビューフロムザテレースイタルス html ハットインノエースローマサノロマニスタイット2013年10月26日閲覧ローマプロフィールゴールドットコム h t t p w w w g o l c o m e n u s s q a d r a a s p x ido スクワドライコール a 小チームネーム、イコール AS ロームハット、セブンネーションアーミー、コーロデイティフォシロマニスティ。インディ、ロック、イット。 http://www.indie-rock.it-newslook.php.id="408", ル i n c ヴィンチェンソウルトラソラッ i o i t h t t p w w w u l t r a s l a z i o i t シュパブリッ p u b l i c ページ、id コール207 2014年2月6日、閲覧。22マーチ、ダービーコンフュージョン。footbalinrome.co.uk、http コロンスラッシュスラッシュ www.footbalinrome.co.uk スラッシュニュース .html2014 年2月6日閲覧。 フットボールダービーマッチズイニタリー。footballderbies.com。http:/www.footballderbies.com ス,ス,ス,、e e、スラッシュインデックス .php カントリーコールに、ローマで、トッテナムサポーターが襲われる、ラツヨのファンの反抗か。 afp,http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュに91300にピッドイコール988万938 2014年2月6日閲覧アーセナルファンアタックドインローマロンドン BBC News, b b c ニュース、h t t p コロンスラッシュスラッシュ news.bbc.co.uk スラッシュ2スラッシュハイスラッシュ uknews イングランドロンドン 7938851stm 2014年2月6日閲覧 all players and staff as ローマ2021年10月3日閲覧ありがとうございます